マスクウィズ、オープンアイズ、ウォームデューリングウィンターハレイトセラモニズ、ィーンス、アーリーナインティーンスセンチュリーニスガ族は、カナダ太平洋岸、ブリティッシュコロンビア州北部のナス川流域に暮らす、先住民。民族や、一族の歴史、伝説、昔話、チーフなどの人物伝を伝えるためのトーテムポールを掘る、カナダ太平洋岸先住民の一つ。言語系統上。 スキーナ川流域のギック山族と共に、チムシアン族に分類されることもある。民族事象は、ニスカないし、人によっては、ニシュガと発音される。下記のナス川流域の4つの村に、約2500人が、次の見出しの3都市圏ほかカナダ国内外に、約3500人が暮らす。このほか、ニスガ族の村ではない集落としてナスキャンプがある。ニス族のての人は、 以下の四つのクランのどれかに属する。同じクランに属する者は祖先を同じにすると考えられ、同じクラン同士の結婚は伝統的には認められない。ニス家族は他のカナダ太平洋岸、南東アラスカの先住民と同じく母系社会なので、子供たちは母親のクランを受け継ぐ。チーフの地位は母系の意が後を継ぐ。1999年、ニス家族。 ブリティッシュコロンビア州政府、カナダ連邦政府の3者の間で、ニスカの先住民土地請求問題を解決する条約が交わされた。この条約は、先住民土地問題に関するブリティッシュコロンビア州で初の公式な条約となった。この条約によってナス川流域2000平方キロメートルの土地がニス家族に属すると認められ、その領域内での資源開発には、 ニスカ自治政府が協議に加わることなどが定められた。ニスカハイウェイはブリティッシュコロンビア州のテラスからニスカの村々を結ぶ州道113号線の別称であり2006年に整備された。ありがとうございます。